目ザマカク属を除いて主にアフリカ大陸に分布する。一方でマカク属はアフリカ大陸北部に分布するバーバリーマカクを除いてアジアに分布する。樹状性傾向の強い種では長い尾バランスを保つのに役立てている。地表性傾向の強い種では尾が短いか尾がない種もいる。 日本ルやチベットモンキーも尾が耐火傾向にあるが、これは寒冷地に対する適応と考えられている。一方で、尾はコミュニケーションの手段として用いられることもあり、これはパタスモンキーなどのオをバランスを取るために用いることが少ない地表を正傾向の強い種で見られる傾向がある。頭部は前後に長い種が多く、特に比類では顕著。 第九子の外側に袋状になった器官がある。これにより食物競争で有利になると考えられている。樹状性傾向の強い種では、前肢が短い傾向がある。地表性傾向の強い比類では、前肢と手のひらが長いため、静止時には、腱部が電部よりも高い位置にある。第一子は、他の指と対抗し、物を掴むことや樹状での活動に適している。オスは、ケープや、 縦紙状に体毛が伸長する種もいる。他の葉と比較して剣士が長い。ヒヒ類やマカク類、マンガベイ類、グエノン類の一部では、メスで月経周期の前半にセーガーが腫れ上がる種もいる。様々な種が生息する、異なった地形に適応する。樹状性の種では細くてキャシャで尾は長いのに対し、地上性の種はがっしりとしており尾は短いか、完全になくなっている。 すべての種はよく発達した親指を持つ。一部の種では、尻だこがあり、繁殖期に色が変わることがある。これらの猿は、中高生活社会的集団の中で生活する。冷涼な産地から、ウリン、サバンナ、岩場、果ては雪山にまで様々な地形に生息する。ほとんどの種は雑食性で、餌は果物、葉、種、芽、キノコから、昆虫やクモ さらには、小さな脊椎動物にまで及ぶ。妊娠期間はおよそ6から7ヶ月。離乳は3から12ヶ月で、完全に成熟するまで3から5年かかる。寿命は一部の種で長くて50年。野生のベルベットモンキーの平均寿命は10年になる。以下の原生種の分類、和名、英名は、日本モンキーセンター霊長類和名、変纂ワーキンググループに従う。森林や、 低木林、サバナなど様々な環境に生息する。森林内でもマンドリル族などのように臨床に生息する種、ディアデムグエノンなどのようにソリンや川辺林に生息する種もいる。主に母系集団を形成する。一方で、マントヒヒは父系集団を形成する。地表では、講師のかかとを設置して移動し、樹上性の種は、前師のかかとに当たる部分も設置する。 主に果実を食べるが、植物の葉、芽、種子、球根も含む根、樹皮、樹脂、昆虫、貝類、魚類、爬虫類など様々なものを食べる。皮ヒ,ヒ類は、霊養類の幼獣や、ノウサギ類、サバンナモンキーなどの本赤の抗生種を食べることもある。全種を使って、食物をつかむ。妊娠期間は5から6ヶ月で、主に1回に1頭の幼獣を産む。 ありがとうございます。